はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はスライム軍団動画撮ろうと思います。ということで、ね、やっていこうと思うんですが、今回はね、ステージ63、砂漠の要塞ですね。ここでね、ちょっと詰まっちゃってるんで、まあ現在ね、この辺のステージでこんな感じでね、行き詰まってますよという、記録というかね、まあそんな感じでちょっと動画撮ってみようかなと思います。ね、ここのステージに関しては、炎耐性持ちの、敵二人が出まして、まあそれぞれね、物理耐性と、闇属性耐性も持ってますよということで、まあ火の玉のやつと、ロボのやつですね。この二体がボスとして出てくるステージになってますと、で、まあ通常の敵に対、関しても炎耐性 100% みたいなやつらが、いっぱい出てくるので、まあこれを見る感じね、炎では組めないかなとか、そんな感じですね。で、久しぶりのね、40ステージまであるやつで、一応1回はね、39まで、行ったことはあるんですが、まあ、なかなかね、うまくいってないっすって感じですね。で、今まではね、ちょっとトーテムを、まあ、ここに入れてやってたんですが、まあ、ちょっとね、行き詰まったんで他の試してみようかなとなった時に、バンビですね。バンビに関してはね、毒をね、巻くことができるので、まあ、毒巻くことができるので、エイミーと相性いいのと、あとね、スタン状態の敵を拘束するっていう効果があるので、あれですね、シラヌイがね、ちょっとスタンする、効果を持ってるので、シラヌイともエイミーとも相性がいいということで、ちょっとバンビ試してみようかなという感じですね。まあ、ただ、なんだっけ、装備とかがね、まだほとんどレベル1、鍛えられてないんで、っていうかまあ、さっきあげたんだけど、トーテムに比べるとね、そういう意味では育ってないっていうところがあるので、まあ、なかなかね、むしろ、こっちの方がきついかなとも思うんですが、まあいろいろ試してみようかなというとこですね。ってことで、まあやってみましょう。はい、ということでスタートですね。これどうしようかな。とりあえず下で、ごこげししましょうかね。そうだね。これで、消していきましょう。はいはいはい。オッケーオッケー。で、さらに、コインを消していくんですが、まあ、最初はね、縦でごこげしして、まあ、レアリティ高い箱を開けても、あまりいいものが出ない感じがするので、T 字に消してね、2個、緑のやつね、開けていこうかなと思います。そう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 。こんな感じの方が、序盤はね、戦力、まあ、9ステップとね、エイミー7と、シラヌイ5ってかなり迷うんだけどね、これだと。どうすかな？まあでも9ステップあってもね、エイミー5体変換できないっていうこともあるので、エイミーはすでに2体出てるか、7だから9体、エイミー9体で、ごこげし、できるな。できるっちゃできるか。じゃあ、エイミー変換にしましょうか。はい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 。さらに、まあ、ドラキュラも変換しちゃいましょうか。オッケー。そしたら、13ってある。これはむしろ知らぬい消しに行くか。いや、微妙だな。いや、エイミーごこげし入れよっか。とりあえずここでね。はい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 。で、バンビも、変換していく。お、バンビのごこげしができそうだね。どっちでやろうか。ちょっと迷うけど。3って、123、123。そうだね。まあ、まっすぐ下げてっちゃっていっか。はい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 。そしたら次は、ドラキュラが、ちょっとごこげしするには配置が悪いので、そうね。むしろ、
ちょっと待ってね。そしたら、むしろこっちか。こっちから行って、で、こうやってから、そうね。これで、5個、5個6個で消していきましょうか。5、6、4。OK、OK、OK。でね、何度も失敗してるだけにね、下の段でね、下から2番目の段で、あ、下っていうのは落ちてく方を下って言っちゃってるんだけど、下から2番目の段でね、6個消しになるような形をやると、真ん中のね、強化マスに、2体ね、最後のやつ出てくるっていうのは、もうすでに、分かってるので、やってる感じですね。さて、そしてだ、これはどうすっかな。これ縦で5個消しするんだけど、下に下げておけば、そっちもまとめてくっついてくれますかね。まあこいつはくっつかないけど、こっちはくっつくからね。はい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 。で、その後にこれ横にずらしたら、すぐはあれだけど、一番下の段でね、5個消しした時に、この2人がね、ちゃんと角に乗ってくれてるので、良いという感じですね。まあ、ただ、5個消しする前にこういう感じかな。これで、あ、しまったちゃんと見てなかった。ちょっとここで5個消ししようとしてたんだけど、あ、しまったちょっと今説明しようとしてずれちゃったな。まあまあまあ、しょうがない。まあ、4手だし、ちょっと、次のターンでやりましょうか。はい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 。まあまあまあ、最初の、1ターン目としては悪くないかなというとこですね。ちょっと最後ミスったけど。OK。さて、じゃあ次は、これは、そうだね。まあ、T 字にするにもターンかかるから、まあ、ここは自然にあれか、横で消しちゃってもいいか、5個。はい、ほいほいほい。で、まあ、1日のステップ数プラ1が、一応ね、40日、ステージなんで、まあ、恩恵あるかなという感じですね。さて、そしてここはどうしようか。まあ、指輪で5個消し入れてく感じかな。まあ横だけどいいか、これでいきましょう。で、スタンのやつ取って、これでね、バンビとのシナジーが、発揮できそうですね。OK。で、ドラキュラで5個消し入れる。刀降ってきたけど、ちょっと降ってきた位置が悪くて消えちゃったね。であれば槍で5個消し入れましょう。結構ね、バンビの鍛え方的にはね、まだちょっと、あ、中毒 200% と迷うな。まあでも、知らないの方優先かな。知らない今何体いる？あ、でも4体、5体しかいないか。エイミー、あー、微妙。まあまあまあ、でも知らない優先にしようか。OK。で、バンビを、消していく。で、指輪の5個消しがこれなら、できるだけ降ってきてくれたので、指輪5個消し入れて、で、まあ、ここ消しちゃいますか。お、コインの振り方がいいね。これだったら T 字に消して、緑の箱2つ取りましょうか。そうだね。これはさすがにドラキュラからか。OK。あ、バンビも結構攻撃速度速いね。まあ、T 字に消して、緑の箱2つ今回はもらいましょう。で、攻撃速度か。攻撃速度取ろうかな、ちょっと。一極のダメージか、知らない5体。まあまあまあ、そう。いやー、どっちかな。まあ、長い目で見れば一極のダメージプラ 9% かな。で、刀が一応5本あるけど、ちょっとね、5個消しするためには配置、まあ、悪いわけではないけど、これぐらいで次のターンになっちゃうよね、やっぱり。この辺からね、結構普通の、敵の手数もね、増えてくるので、戦力ある程度確保しておかないと、持ちこたえられなくなってくるという、ところなんだよね。よしよし、まあまあまあ、とりあえず。今のところはしのげてる。でも結構怪しい。そうね。まあ3つでもちょっと
手数増やしておきますか。で、そうだな。まあ、ドラキュラぴったり5個あるけど、ちょっと1個遠いんだよな。まあ、こうして、やっていってみるか。さあ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 。なんとか持ちこたえてそうかな。お、いいね。エイミーが中毒回転 200% ダメージなので、まあ、バンビとね、これで組み合わせが、できますね。そしたら、まあ、こっちで、ドラキュラを強化していく。さらに指輪が5個になったので、これもね、指輪5個消しを、していきたいかなというとこですね。さあ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 。で、ここはドラキュラ、守護コウモリかエイミーか迷うが、エイミーの方が、ちょっとね、相手がね、素早くすり抜けてった時に対処しやすいかなということで、エイミーの方優先しましょう。で、これはね、コイン3つでも消しちゃう。で、一旦ね、落ちてくるやつ見てから5個消しをね、できるやつを選んでいこうかなと思ったんだけど、落ち込んでまた消えちゃったから、これどうすかな？まあ、3個3個しかないから一旦ドラキュラ消しますか。はい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 。槍も4本か、しかも1本遠いので、微妙ですね。このドラキュラ5個でくっつけちゃおっか。こうですね。6手ある。これ、どうしようかな。今、消すと、ちょっと次が怪しそうなので、まあ、一旦ここ乗せといて、ボス来てから、あと2ターン後に消そうかな。なので、後ろで一旦槍3つで消しちゃおう。これで刀4つ。んじゃ、指輪も次で消しますか。で、これ刀落ちてくれば、刀で5個消しして、知らないのね、強いやつをちょっと増やしていきたいかなというとこですね。これは守護コウモリ取る。まあまあまあ、なんとかしのげそうかな、ボスまでは。でね、ボスの炎のやつもね、結構このステージ厄介なので、まあどうなるかっていったとこなんだけど、そうだね。まあ、ドラキュラはね、小粒の敵が出てる間はちょっと残しておきたいので、こんな感じで一旦消して、あ、しまった刀消えちゃったね。じゃあ、コイン3つでも消しちゃって、お、10ステップ、オッケー。これであれば、4つで槍一旦消して、なかなか5個消し、ちょっとね、盤面、1列増やすやつ欲しいね。ちょっと今回は、なかなかうまくいってないな。まあ、6手あるけど、微妙ですね。そうか。まあ、指輪も刀もドラキュラも、5個消しにはならないし、まあ、一旦ここ3つでも消しちゃうっていう感じかな。指輪3つ消してみて、まあ、刀4つなのか。なかなかちょっと落ちてこないね。3体だけど遠い、2体。どうしようかな。まあでもあと2手しかないからね。まあ一応ね、次のターンで5個消し、するのは確定なんで寄せといて。ここどうすっかな。微妙だな。刀落ちてこないかな。ちょっと、ドラキュラ消してみるか。ああ、刀落ちてきたね。まあ、ただ次のターンで、5個消しの形にするために、1、2、3、4、5、6手かかるか。下のやつ消してたら間に合わないかな。そっち側できた。まあ、とりあえずドラキュラ、くっつけちゃいましょう。はい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 。あ、しまった。刀が消えてしまったわ。それじゃあ、しょうがないな。1、2、3、4、5、6。まあ、槍で5個消し、とりあえず入れますかね。こんな感じで槍で5個消し入れて、あと4手か。まあ、4手だったら、一応、ボスの方にドラキュラ強いの寄せて、で、エイミーはともかく、知らぬいはね、縦、同じ列じゃないと攻撃してくんないから、この知らぬい横ずらして、この知らぬい強化マス入れてって、こんな感じでとりあえず迎え撃ってみますか。
ここはね、なんか下手に刺激しない方がいい説もあるんだけど、倒せるんだったらね、倒してしまいたいからね、こいつね、緑のゲージを削り切ると強くなるんだよね。で、こいつがね、仕留めきれないと元気玉みたいなの打ってきて、あれでね、瞬殺されるから、ちょっとね、仕留めないといけない。元気玉打たれる前に、危なオッケー。で、行追加も手に入ったね。オッケー。ほんとね、ムキムキのモードに炎がなった時は、仕留め損ねるとね、こいつ元気玉打ってくるんで、で、元気玉打たれると、多分ね、瞬殺なのかな。元気玉自体を破壊できたことはないから、まあ、火力があればなんとかなるのかもしれないけど、多分無理。だと思ってる。って感じですね。まあ、これはバンビ7でいいかな。バンビ7して、バンビ5個消して、はい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 。いいねいいね。落ち込んで手数増えた。そうね。まあ、ここで、乗せて5個消し入れますか。オッケー。で、コインの消し方どうするかはちょっと悩ましいんだよな。横で、5個消ししようとすると、ちょっとまた手数かかるか。13って今あるけど、どうかな。で、槍で5個消しするのもなんか配置ちょっと悪いんだよね。こっちのやつが遠すぎてさ、右の槍が。だから、どうしようかな。いや、微妙。微妙だな。一旦これコイン T 字で消しちゃうか。はい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 。で、HP50% 以下の時ダメージ 40%。 まあ一応取っとくか。で、まあ攻撃速度上げましょうか。 4%。そうだね。でね、この槍の配置みたいにちょっと団子になってるとほぐしにくいんだよね、結構。まあ縦にやればほぐれるはほぐれるんだけど、まあ先に指輪で5個消し入れるかな。あ、オッケー。槍降ってきてよしと思ったら、速攻で消えてしまったか。そうですね。であれば、ちょっと一回、コイン消しちゃって降ってくるもの様子見ましょうと思ったら、ダメージ 18%、 さらに、剣が降ってきてる。まあまあまあ、じゃあここで消しましょうか。ほい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 。この感じであれば、これ迷うな。この感じであればでもね、なかなか後ろに抜けてこないような気もするので、前列うまいことね、結構強化できてるから、弱体化よりも光ミサイルの本数優先したりしてもいい気はするんだよね。まあ、ただ、まあ、ダメージ 10% アップもでかいか。ダメージ 10% アップでいきましょう。今んとこね、前の段に強いドラキュラが残ってくれてるので、それでなんとかって感じかな。そして、で、これちょっとこっち寄せてからこうか？はいはい、オッケー。で、槍を、消しましょう。槍立てで5個消しまして、次は、そうね、まあ、4体か。まあ、ちょっとここで5個消し、入れようかな。これもまだ T 字に消すか。緑の箱を2個でもね、まあなかなか、
最初のうちっていうかね、まあ、20回超えるあたりまでは、斜め入れ替えとかね、初日合成プライチとか直接変換とか、ああいう系がね、僕にしてもなかなか出てこないので、まあ、だったらね、緑2個っていうのもありな選択かなということでね、まあ、バンビ6、まあ、白縫い3でもいい気はするんだけど、バンビが結構多いからね。で、一応、そうだな、上限アップ取りましょうか。上限アップ取るとね、上限 10%、100アップごとに攻撃力 10% アップっていうやつが今後出てくる可能性があるので、一応取っておいてよという感じですね。まあ、これ4つでも消しちゃうか。それで、コウモリが落ちてくればと思ったんだけど、まあ、いい感じに降ってきましたね。よしよしよし。まあ攻撃力、ダメージアップ取りまして、まあ後ろで5個消し入れようかな。はい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 、そうだな。まあ乗せるってことで言うなら、この位置になるんだよね。でさらにこいつを持ってきて、おっと、まだ出てくる。まだ出てくるとちょっとややこしいけど、まあでもあんま関係ないかな、下だから。そうだね。まあなんとか、しのげそうですね。まあちょっとね、もう少し白縫いが欲しいなという気もするんだけど、まあ、一旦バンビまとめて消しましょうかね。これはまだ15日目だし、ね、消してスペース開けた方がいいかなという感じですね。で、後ろで指輪5個消し入れて、そうだね、ここはどうしようか。微妙微妙だな。なんか3つでもいいから消して、ちょっと何が落ちてくるか見るか。ここ消しそう。はいはいはい。あー、でもそこがそんな風になるってなると、まあ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 、とりあえず、下指輪消して様子見て、あー、ま、4つ、ちょっと降りてきちゃってて、微妙だなぁ。あー、そうなるか。まあ、コウモリね、もう一個、上の方で落ちてきてくれるとありがたいんだけど、コイン1個ね、これちょっと落ち込ん作りにくくなるから、苦手は苦手なんだよな。で、指輪変換しちゃうか、もしくは、撃破経験値アップ。まあ、撃破経験値アップでもいいか。長いからね、このステージ。で、コウモリは落ちてこない。まあ、じゃあ、槍3つで消しましょう。コウモリ落ちてきた。であれば、コウモリの5個消しを次に入れましょう。で、まあ、スタン状態の敵を高速、15%、これ取っておきましょうか。さあ、さあ、さあ、さあ。ただね、ちょっとボスがね、多分、まだ仕留められないんで、この火力だと全然。だから、ここのボスは、通過してもらって、まあ、こちらもね、ライフで受けて、ライフで受けて次行こうかなというところではあるんだけど、あー微妙な、まあまあまあこっちにずらしていきますか。そうだね、まあバンビの高速範囲の拡大か、光ミサイルのがいいまでありそうなんだよな。ちょっと、まあでも青は積極的に取り切っておくか。ダメージ増やすだけだったら光ミサイル本数増やした方が多分いい。で、ここちょっとこうして、これを乗せて次で、5個消ししましょう。
ほい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 。ここは、バンビの高速範囲、攻撃の高速範囲 8%、中毒ダメージ 26%、出血スタック1。まあでもちょっとダメージ増やす方向で行ってみるか。出血ダメージ 26% 取りましょう。まあ出血スタックとどっちがいいかちょっとよくわかんないんだけどね。まあただあれは積み重なるダメージだから、そうね。まあ、最終的に、40面はね、倒さなきゃいけないから、40面までに、なんとかね、ダメージが出せるようにしておきたいという感じですね。まあ、指輪3本一応変換するか、ここは。そうすると一応ね、こっちの意味でごこげしできますからね。ほい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 。あ、OK、OK。で、さらに、そうだね。もう4つだけど消しちゃおうか。はいほいほいほい。で、これはどうしようかな。2手しかないから、ちょっと知らぬいは変換したくないので前に出しますか。で、コウモリでごこげしを次入れようかなという感じですね。さて、20のとこのボスでどれぐらいダメージ入るかちょっと見たいね。ノックバックの運も結構でかいと思うんだよね。あーてかすり抜けてる。あー大丈夫か。危ない危ない。そっち側、まあでもちょっとこれごこげしは決めて、ダメージ 4% アップ取る。そうだね。まあ、ちょっとこの配置だと、知らぬいのノックバック入れたいからこれ増やすか。はい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 。10ステップか。ちょっとね、ボスが出てこない側で火力上げてもなってとこはあるので、あ、でも10手あるな。ちょっと待って。10手あるんだったら、こいつ、ちょっと遠回りだけど上げられなくはないのか。じゃあ3つでもいいから消しちゃって、これどっちでやった方がいいんだ。こっちやってこうだと、あれ？ちょっと待って。こっちやってこうだと、降りる、上がる、こうか。はい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 。で、6手あるから、ちょっと待って、知らぬい変換マスに入れたくないのと、あとまあ、あれだよね、ボスのラインから外したくないので、こうしておいた方がいいのかな、火力出すなら。で、あと4手あるから、後ろで、ごこげし一応入れて、これであと1手しかないから、まあ、迎え撃つ感じですね。まあこれは消していいか。 OK、 これでいきましょう。さあまずはね、シナノイの攻撃を当てていく。それから前進始まった時にね、ノックバックどれくらい入れられるか、これによって入るダメージがかなり変わる。下がれ。これね、踏み潰されると攻撃できなくなっちゃうから、ちょっとね、そう、横から殴ってるドラキュラがでかいんだけど、やっぱりね、半分ぐらいしか削れないね、この状態だと。光ミサイル次第ってなってるけど、まあ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 。まあ、ステップ、1日のステップ上げましょうか。そうだからね、あいつ倒せない状態だから、ちょっとね、火力をもっと優先して取っていかないといけないんだよね。これランダム変換が上の奴らに当たるとでかいから、ああ、後ろばっかり。そうね、まあ今のはね、ちょっとギャンブルというか、運任せのあれなんだけど、まあでも運任せのやつでも、効果力作れる可能性はあるからね。で、これはね、持ち越し1体もでかいんだけど、あと2回あるから、まあただちょっと盤面広くしたいから、行アップ先に取りましょう。で、落ち込みが2回続いて、5手増えたのでかい。
そしたらちょっと縦で5個嬉し入れまして、はい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 、落ち込む込みで19で、そろそろね、コインもまとめて消したりしたいなと思うんだけど、ただ4つしかないから、まあ、一旦あれか、刀で5個消し入れますか。はい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 。ね、その次は、これね、ちょっと変換のマスがね、あるのがややこしいんだよね。14ってあるから、まあ今はまだ大丈夫だけど、どうすか？刀も4本しかないし、ちょっと近くで消せる感じじゃないよな。あーでもこれ5個消しいけるのか。これだと縦かな？縦で消しに行って、11ってあるから槍も、5個消しできる余裕がありそうですかね。OK 、コウモリもいけますね。まあこれはちょっとラッキーだった。で、ここでね、5個消しコインしていくか、ちょっと待ってね。でもどうしようかな。これ、3個4個でも消せるんだよね。3個4個と5個で消して1個余るのと、まあ一番奥のやつまで持ってこれるんだったらさらにもう一個消せるけど、ちょっと一回その3個、指輪ね、この動いてるやつで様子見て、で、コインね、もう一個落ちてきてくんないかなという感じですね。あーしまった！でもそれだと落ち込み良くない。まあ11ってアップになって、あ、これだったらあれだな、5個消ししながら T 字に、消せますね。ちょっと手数はかかるけど、はい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 。これだったら、そうだね。緑の箱と、もう一つの、まあ、一番上の箱も両方開けられますね。で、回復一応取っておこうか、ここは。削られてるからね。で、2体持ち越しならさすがに2体持ち越し取る。ライフ1600にしといて、ライフ、100上がるごとに攻撃力 10% アップ取れた時は、恩恵でかいんだけど、まあ、ちょっと優先順位悩ましかったかなというところですね。で、ここは指輪で5個消ししようと思ったら、ちょっと面倒なのか。あーでもこっちから行けばいいか。で、こういう風にしておけば上に乗せられるし、まあ、あと2手か。だったら、1,2,3,4。まあ、ちょっと、手間かけて次でやろうかな。上乗せといた方がまとめて消せるからね。さあ、そして、この辺ね、まあ、ボスを経てね、ちょっと盤面リセットされたんでしっかり耐えられるかどうか。光ミサイルとガチリンの反射はちょっとね、迷うんだよね。そうだね、どっちにしよう。まあ、光ミサイル増やすか。今でもね、白組とかダメージが出てるみたいだから、ガチリンの反射でも良かった可能性はあるんだよな。まあでも、ボスにダメージ入るの多分光ミサイルの方が多く入る気がするから、光ミサイル、そうね、ちょっと、難しい。難しいけど、みたいな。これ上げてくか、ちょっと。で、これで、次のターンでまた同じような感じで消しましょう。まあ後ろの方でね、なるべく後ろの方っていうのは、画面下の方でね、なるべくまあなんだ、いろいろね、多めに消して、でできた強いやつがどんどんね、画面上にね、寄っていってくれた時にまたそっちでね、くっつけて消せるなら消したいかなみたいな、そんな感じで今は進めてますね。はい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 。で、コイン4つになった。剣も4本ある。ちょっと一旦指輪短期で消して、槍んとこに剣落ちてきてくれたらね、5個消し縦にできたんだけど、ちょっとそうもならなかったので、これどうしようかな。10ってある。これはあれだな。白縫い5個消し、縦でしていきましょう。そうね。で、コインが一応5個消しできる状態になっ
ってるけど、ちょっと遠いんだよな。だからこれ一旦こうして、横にね、ゴコゲシを入れて、で、またコイン落ちてきた。これはこっち側で消すか。次でね。まあさすがに下にある方のコインまで、あーっと危ない。巻き込んで T 字にしようとすると手数が結構かかっちゃうので、とりあえず横一列のゴコゲシだけに今回はとどめましょうかね。これだったら攻撃、移動速度下げましょうか。ちょっとボスに備えてね、移動速度ダウンを取っていきたいかなという感じですね。いや本当にね、ボスがちょっとね、道中だったら倒せずに、お、直接変換でかい。道中だったらね、倒せずに、すり抜けることも可能なんだけど、最終的には倒さなきゃいけないから、まあ、そこがね、ちょっと、最後のターンまでに、しっかり火力を用意できるかという、勝負になってきちゃうんだよね。まあ、これで盾でゴコゲシまた入れて、なんだったらね、白塗りとかバンビの、直接変化、まあ、ドラキュラもだけど、欲しいですね。そうね、まあ、20過ぎて折り返してからは、ゴコゲシをなるべくコインはして、まあ、レアなスキルをね、ちょっと狙っていきたいかなというとこですね。まあ、これもダメージ多く与えたいので、守護コウモリ増やすか、中毒ダメージ。まあ、でもドラキュラもなんだかんだでね、テンプ上げてあるんで、守護コウモリのダメージ大きいんだよね。だから、守護コウモリちょっと今回は取りましょう。で、バンビ直接変換。オッケーオッケー。いいぞいいぞ。あとはね、白縫いとドラキュラの直接変換が出れば完璧。完璧ですが、どうでしょう。さあ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 。ドラキュラと、白縫いね。直接変換。さあ敵の数もかなり増えてきた。今はドラキュラがダメージ押してるけど、白塗りもやっぱりかなり入ってますね。でバンビに関しては、スタン高速プラスエイミーのダメージの補助って感じなので、まあこんなもんなのかなというとこですね。さてで、これで2個できるから、こっちと合わせて、ゴコゲシはできそうですね。少なくとも。これで、まあ、下から上げてくか。はい、OK。で、ここはね、最終的にはこの3つで消すっていうのもできますね。まあ、一旦これ3つで消して近づけておくか。あとでね、ちょっと手数足んなくてやっぱくっつけらんなかったわってなるよりはいいですからね。はい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 。そしたら今度また刀で後ろの方でゴコゲシができそうですね。オッケーオッケー。まあ、これは移動速度ダウンか。で、ちょっと今変換でね、近づけといたドラキュラと同じドラキュラが、後ろの方で出てきたんで、まあ、あれに関してはね、もう、そのまま使いたいので、避けておきましょうか。オッケー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 。いいぞいいぞ。そうしたら、こいつはちょっと、逃がしておいて、で、ついでに、盾でね、ゴコゲシ入れまして、そうだな、刀のゴコゲシしようとしてた場所が、ずれてしまったんだけど、この場合どうするかな、ちょっと悩むね。6手、1、2、3、4、5、6。ああ、じゃあこっちの盾で一応消しますか。はい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 。で、コイン4つ。コイン4つか。もう一個落ちてこないかなとか思いますけど。まあ、あとね、ドラキュラはどうせなら4つで消したいから、消すタイミングではね。ちょっと配置変えなきゃいけないね。まあだから一旦こいつを強化マスにでもぶち込んでおくか。さあ、これでだ。これは、
まあ、ガチリンの反射回数上げましょうか。これでもね、まだかなり火力足りないと思うんだよね、ボスまでに上げなきゃいけない火力を考えると。さて、で、ここは一旦バンビで5個消し入れまして、コイン降ってきた。コイン5個消しが、作れるか。ちょっと待って、これ4つだけど消しちゃって、あー、そうなるか。ちょっと待てよ。これ一旦ここ消して、そうだよね、4つになったから、ちょっとこれも4つで消せるなら消したいんだけど、1手しかないから、一旦この変換マスから逃がしとかないといけないね。ちょっとドラキュラと絡み合ってて、うまく4つ消しできるか怪しいんだけど、あと28日目まで来てるから、後ろのコインもね、ちょっと消したいから、なかなかうまくいくかどうか。あ、中毒ダメージ 29% か。これだったら一回バンビ取ってもいいかも。あそこのパーセントもね、なんか結構変動してるから、どのくらいだったら行くか行かないかとかも。まあ、22% とかもあるからね、26.9% だったら、まあ、取ってもいいかな、みたいな。感じですね。で、コインで T 字に、5個3個で消したいと思うと、まあ、こういう感じになるんだよな。うん、まあまあまあ、一旦次のターンでやりましょう。で、次ボス来ちゃうから、コイン消した後にドラキュラ、4体くっつけて、で、できれば、白塗りもくっつけて持ち越せるやつもね、しっかり強くしていきたいかなというところですね。さあ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 。うん、弱体化か。守護コウモリ増やす方が、ボスへのダメージは入るから、まあ、ここね、ちょっと弱体化より、ドラキュラを強化していきましょう。じゃないとね、ボスへ入るダメージがちょっと心もとない。いやー、コイン1ではないね。そこはじゃあ、ちょっと経験値プラ、知らないやってもね、結局、場面リセットされちゃうから、経験値取りましょうか。で、17ステップアップはでかい。17ステップアップするのであれば、ちょっと待って。これ一旦こっち消して、で、それからこうして、ちょっと待って。あー、でもそれもね、くっつけられるならくっつけたいな。ただ、ボスのラインの方には置いときたいので、まあ、ここ消して、で、ドラキュラをね、強化マスの中に入れながら、こいつ、まあ、18であるから動かせるは動かせるんだが、ちょっとこのドラキュラもね、動かし、まあ、じゃあこっちに入れるか。で、こうしておいて、で、14って、コインもう一個落ちてこないかなとは思うけど、あー、そうね。まあちょっと4つだけど消しちゃうか、これ。まあ、4つでもいいの出てくるときは出てくる。HP か。そうね。まあ、上限上がるごとに 10% アップのやつを31から40の間で引ければ、まあ、上を取っとく方が良かった2になるけど、まあ、一極のダメージ 10% の方が直接ダメージ増えるか。67% まで来た。で、10ってあるから、まあ、ここ一旦これで5個消し入れて、7手ならまだ5個消しもう一回入れて、4手。
そうね。まあまあ、ごこげし、もう一回入れて、3手、1、2、3、1、2、3。1、2、3。んー、じゃあちょっとここ、こういう風にして、で、落ち込んでプラ1でまだ残る。で、ちょっと、あれ、ワープするんだっけ、今回。3回ごとだから今は変わんないか。であれば、動かす必要はないのかな？一手しかないかね。こっち寄せとくか。これで行きましょう。さあ、今度は倒せるのかどうか。結構ね、炎のやつもね、やっぱ硬いんで。あ、硬いね、やっぱりね。緑のやつ削るまでにどのぐらい、進まれちゃうか。ノックバックしてくれ。あ、ちょっとそれまずい。ドラキュラの攻撃範囲から逃げた状態で強くなっちゃうと、これ勝てない。あー、これまずい。この位置はダメだ。これ多分やられたな。これ多分やられたな。ドラキュラの攻撃届いてないもんね。元気玉撃たれる。いやー、ちょっとダメだこれ。あー、撃たれた。それダメなんすよ。それダメなんすよ。あー、はい、ということで、ね、まぁ、あ、ちょっと40日目までいけなかったね。これ、あのね、弱い火の玉の時に、もう2回ぐらいノックバック入ってくんないと、ちょっとね、なんだろう、青いドラキュラ2体のね、攻撃範囲に入ってる状態で、ちょっと、ムキムキになってもらわないと、仕留めきれなかったですね。まぁ、あ、ちょっと今回は広告見て継続はしないつもりなんで、ここまでにしましょう。ちょっとダメでしたね。まぁ、あ、どっちにしろね、多分ね、この感じだと40が倒せない、どっちにしても。これも外れ。はい、まぁ、あ、こんな感じでね、ちょっとステージ63で今は止まってますよという感じですね。まあ、バンビかトーテムかって問題もあるけど、まあ、ちょっと気長にね、シラノイの装備でも鍛えながら、じっくりね、進んでいけたらいいかなと思います。まあ、テンプとかもね、まだ、全然伸びしろあるので、っていうか、結構ね、ゴールドが不足してるっていう、のが今の状況ですかね。ちょっと待てよ。ああ、キャラクターのレベルアップか。そう、ゴールドがないから、レベルアップにしても装備の強化にしても今なかなかね、できないんだよね。そう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 。はい、ということでね、まあ、今回はここまでにしておこうと思います。ありがとうございました。よいしょー。